皆さん、こんにちは。某人間チャンネルです。安倍さんや小池さん、松井さんや吉村さんなど、国などのトップが、できる限り、家から出るなと言っています。某人間チャンネルでも、視聴数の稼ぎ頭である、お出かけシリーズの撮影ができないというダメージを受けております。そこで、当チャンネルでは、ゲーム動画を作ることにしました。大人気の、あのゲームです。今回は、マインクラフトをプレイしていきます。うちの管理者、普段、クリエイティブしかやらないんだってよ。マジっすか。今日はサバイバルをプレイするので、それは楽しみだな。さて、録画アプリの関係で音が入っていないので、何かそれっぽい曲をお願いしましょうか。お願いします。はーい。リスポーンしたのは川辺。ちょっと周りを見渡すと、村ですね。近寄ってみましょう。いいものがあるかもしれません。なんじゃこや、村が蜘蛛の巣だらけです。資源があるかもしれないので、行ってみましょう。豚がいますね。では、宝箱を開けてみましょう。パン、リンゴ、木の苗、本、最低限のものはありました。では、帰ります。と、思いましたが使えそうなものは持ち帰ります。なんで土掘ってんの？家を作る。は、木の家ってさ、燃えやすいじゃん。それなら、燃えない素材で家を作ろうってわけ。それで土で家を作ってる。この BGM を使ってる。チャンネルの亀もそうしてた。土ならさ、リスポーンしたところにいっぱいあるから。まあ場所にもよるけど。なるほど。確かにあの亀の言ってることは正しいのかもしれない。土で家を作る民族もいるぐらいだし。
と思いましたが、作業台や松明を作るために木を切らなければ。レッド、もうすぐ夜か。しゃあない。村にレッドあったから取ってき。あ、村人ゾンビ。
死んだ。人間の命とは、儚いものなのです。はい、というわけでクリエイティブボケした管理者は、あっさり村人ゾンビに倒されました。説明欄も見てねー。これ、シリーズ化しようかなー。